生殖機能をなくす手術なしでの性別変更が認められた岡山県に住むトランスジェンダーの当事者に対して性別変更後の戸籍が交付されました。市役所に戸籍の交付を申請したのは岡山県新庄村に住むトランスジェンダーで戸籍上は女性だった臼井隆生人さんです。性別の変更をめぐっては去年最高裁が事実上生殖機能をなくす手術などを求める法律を憲法違反と判断していて、岡山家裁津山支部は今月手術なしで性別変更を求める臼井さんの申し立てを認めていました。今までは一人で自分はこうなんだみたいに言ってきましたけど、これからはそれを証明してくれるものがある、それはとても大きいです。臼井さんは今後パートナーの女性との婚姻届を提出するということです。この性別変更についてはですね、一部男ですと自分が言ったら男になれるんだという誤った考え方が広がっているんですけども、自分の性自認だけで性別変更できるわけではないんですね。これ臼井さんとは違う人が申し立てた裁判なんですが、実は去年の11月にですね、最高裁でこういう判決が出ました。性同一性障害特例法というのはこの5つの要件を全てを満たしていると認められれば変更できるんですけど、問題になったのはこの4番の手術要件ということなんですが、この手術要件について最高裁判所は憲法違反だというふうに言ったわけですね。はい、でこの5番の外観要件という、要は変更後の性別の性器部分に似た外観を備えているということについては、この裁判では要は審議を尽くしていないということで高裁に戻されたんですけども、今後この特例法が憲法違反だと言われたので法律を改正しなければいけないというのが今の現状です。今憲法違反の状態ということで、国会の場でも審議が進んでいくということなんでしょうか。この法律に関してはですね、議員の提案の立法なので、政府から変更した法律を出せないんですね。だからその議員同士で話し合わなければいけないので、その動きがまだちょっとゆっくり進みかけているというのが現状ですね。